はようございます、ブヒケンです。本日は火曜日でございますね。いや、昨日の月曜日の定休日はですね暑いっすよね。本当は今日もちょっとマシだけどさ、昨日定休日でね、もう本当にぼーっとちょっとして体を休めようって思ってて、食べたいもの食べてって思ってたんですよ。で、まあそういう風に過ごしたんですけど、あ、一応ね、昨日のね、朝ごはんは普通なんですけど、お昼はね、かねてから気になっていたちょっと遠くのスーパーのお惣菜のお弁当で、バカでっけチキンカツが乗ってるお弁当があるんですよ。それにしようって思ってて、で、昨日買いに行ってお昼にそれを食べたんですけど、バカうまかった。こんなでかいの、こんなでかいの、本当に今度移そうかなすげえうめっけな。その後は YouTube を見ながらぼーっとしてたんですけど、夜のね、9時ぐらいまでね、エアコンが効かなかったんですよ、あまりの暑さで。もう昼間はね、一応昨日2階にいたんだけど、エアコンつけてもどうしようもなくて、で、昨日ちょっとこれ誰が送ってくれたかわかんないんだけど、あ、そっちの動画もどうぞ。本日ね、月曜日の定休日で、今2階で朝ごはんを食べてくつろいでいたら、なんか荷物が届いたって言われて、今降りてきたんだけど、何これ、え、何これ、何これ、俺こんなに注文してないぞ、おい。見えないんだけど、差し出し人千葉日用雑貨。え、何これ、え、誰かが送ってくれた、こんな高価なものを、え、誰が、名前が書いてないんだよな。早速ちょっと使ってみたいと思います。そうなんですよ、昨日ね、なんか送られてきて、で、誰が送ってくれたか名前が書いてないんですよ。誰がちょっと送ってくれたかわかんないんですけど、まあ、そうだと、2階にいてもあまりの暑さで、そうだ、これが送られてきたなと、冷風機って書いてあったので、で、慌てて降りてきて、これ開封してさ、2階持ってってさ、で、まあ、説明書が入ってたんだけど、その説明書じゃ意味わかんなくてえ、壊れた時の対処の仕方しか書いてなくて、どうやって使うのかって書いてないんですよリモコンの説明あるんだけど、でもなんとなく分かったもんで、水入れて保冷剤入れて、その空気の力で冷たい空気を送るっていうやつらしくて、ちょっとこれ使わせてもらったんですよ。今も2階にあるんですけど、本当に冷たい風出てくるんですけど、たださ、やっぱこれをつけても効かないんですよ、もうあまりの暑さに。なんせさ、うちさ、もともとがさ、プレハブの倉庫だからさ、それをいろいろ改造してこういう風にしてるもんで、まあ工場なんてそんなもんかな、うん、まあでもさ、だもんで、熱気がこもっちゃうんですよ、2階、特に2階、屋根もスレートのあれだからさ。でさ、俺はまだいいんだけどさ、エアコンつけててもじっとしててもさ、汗出てくるんですよ。なので昨日パンツ一丁でずっといたんだけど、まあ俺はいいんだけどさ、まあ、ちょうどいいやと、汗かけるしと、ほんだったら着ればいいんだけど、まあ、ダイエットしてるからね、ほんだったら着ればいいじゃんと思うんだけど、クーちゃんがいるから着れないんですよ。だもんで、とりあえずエアコンつけてるけどあんまり効かないから、これ下から持ってたこの保冷剤とか、じゃあ冷風機と、あと2階に サーキュレーターっていうちっちゃい扇風機があるんだけど、それをクーちゃんにガンガンに当ててさ、ねえエアコンの風も下向けて、そこにクーちゃんいてもらってさ、いや、それでもクーちゃんゼハゼハしてたからね、暑いよっつって、冷たいところを探し回ってあっちこっち行くのこうやってでもしょうがないんだよな、2階にいても暑いし、1階にいても暑いのにね、エアコンが効かないぐらい、まあそのくらいのね、暑いね、定休日を過ごしておりました。まあそんな感じでね、本日も作業とは何も関係ない動画、あ、作業とはね、何も関係ないお話から、作業に入りたいと思います。皆様、本日も大して面白くもないつまらない動画になると思いますが、優しい目で最後までご視聴よろしくお願いいたします。いやー、暑い。さてと、じゃあ皆さん見ていきましょう。
今日はまだマシだけどね、暑さが。昨日は本当死ぬかと思ったよ。さあ、続きですが、マフラーを吊り下げなきゃならないじゃないですか。さあ、本日も皆様、私と一緒にこの大いなる謎を解き明かそうではないですか。じっちゃんの馬にかけて、最近お気に入り。ここにね、オリジナルのマフラーハンガーがくっついてるんですよ、まだ。そこに変なブラケットがあったりとか、ボルトだけ取れそうなところがあったりはするんだけど、そのどこかからステーを作ってこいつを吊り下げなきゃならないんだけど、まずこのステーを取ろうと思ったら、ボルトでついてるから、で、裏のナットがどこにもないので、この袋になっちゃってる箱、ボックス型になって、もう密封されてる中にナットがあると思うんですよ。そのナットが多分、溶接かなんかでピタってくっついてんじゃないかなと思って回してみたんだけど、ま、回るには回る。動くには動く。けど、外れないんですよ。あれね、外れない。くるくる回るだけで。ということは、裏のナットは固定はされていなくて、とも締めになってるだけと。じゃあそのナットをどこから触ればいいんだって思ったけど、触れないんですよ。この上はもうフロアが、セミフレームのここのところにもついちゃってるんで。じゃあ、このインナー、室内側からホイジャーアクセスするのかなとか思ったりしてるんですけど、この蓋みたいになってるのは取れんのかな。ちょっと後ろ開けてみようか、ゲート。これあれかな、窓下げないと開かないタイプのやつかな。それっぽいな。これか、これか、これでやんのか。あ、これで窓下げれるんだ。すげえ、すげえすげえな、この仕掛け。かっこいいね。こういうのちょっと僕弱い。いや、いいよ、いいよ。あ、ほいでカチャってなるんだね。そうか、そうか。ちょっと待ってて。なんかいろいろ負荷をかけるのは怖いんですよ。大丈夫だろうな。根元から取れたりしないよな。バキーンとか言って。よし。じゃあ、ここを開けてみます。どう考えたって手が入んないよな。絶対に違うな。これ取れってことかな。これ取るの全バレじゃん。室内。もう絶対ね、あのナットには手が届きません。あの、室内を全バレするか、フロアを切り裂くか、どっちかだ。多分全バレしたら、この辺がフレームなんですよ、多分。で、これ、ここにネジが止まってるんで、これを全部取ったり、ここを外せば、こういう風に手が入んのかもしれない。こっちは違うな。絶対2枚張りになってるから。入るとしたら真上なんだよね。で、もしかしたらこれ全部取ってパカって外したらここに、そのナットに触れる穴みたいのが開いてるかもしれない。いや、わかんないけどね。本当にそうやって見てみないとさ、どうなってるかはさ、でもどう考えたって触るとこないのよ。箱になってる。なんで、もうあそこはから釣るのはちょっと無理だなと思って、たかがだってマフラーハンガー作るためにそこまでやれないじゃん。ねえ。いや、やってもいいんですよ。やれって言われたらね。やってくださいって言われたらやりますけど、そんなこと言われてないし、言わないっすよ、普通の人は。ねえ。そんなんでこんなね、大金をね、かけるほどね、そんなところで。これじゃあどうするかという感じなんですけど、で、一番最後に釣りたい部分も、あんまりこう真ん中とかじゃない方がいい気がするんだよね。で、本当だったらここを2箇所釣りたいの。こことここで。でも、外側からこのシャックルの部分が見えちゃう。で、これもね、ちょっと本当悩んだよ。ベルフラワーのこういう感じの本物のさ、売ってるやつつけるの時ってさ、こういうの見えちゃうとかっこ悪いからさ、裏に、なんか裏にね、このマフラーの見えない方へなんか固定できる部分を作って、あのネジ止めで固定したりするんですよ、多分ね。レイクパイプがそういうやり方でやるから、そうするとこちら側には何もこういう見えないので一番いいんですけど、これをでそれをやろうとしたら、やはりそのステーを止める位置がやはりないので、この辺に何か溶接してピヨンって出してやってくっつけるしかないんですよね。
でもできればボディではなくて、こういうなるべくこういうがっしりとしたところへ何かをっていうか、マフラーの吊り下げの部分は作りたいですよね。ここはまだなんとかなると思ってんだ。ここでも一本吊りたいんだけど、ここはここを利用して作れる変形ステイを先にそっから作るかどうしようどうしようで時間から過ぎてっちゃうからね。ここから先作りますよ。まずはですね、マフラー側からのステイトをこの材料で作ります。はい、というわけでまず1個目を作っております。ちょっと待ってね。なんでここがえぐれてるのかというと、こうやって作るじゃないですか。でここを釣りたいもんでこういうステを作るんだけど、ここをえぐっとかないと当たっちゃうんですよ、この腹の部分に。ここにこういうやつだもんで、平らなやつもあるんだけど、これだとこうまあはまった時にここが出過ぎちゃってるもんで目立っちゃうんですよ。まあそんなとこ見る人もいないのかっていうあれなんだけどね。でなるべくね、ちょっとそういうの目立たないようにな形のやつにするとこれになるんで、なおかつこれだとこうこの分だけよ逃げがないっていうか、こうまあ何言ってるか分かんないよねそんな感じです。よし、これでちょっとね一回はめてみましょうね。ここでこういう感じになります。まずは今ね現物合わせで寸法をちょっと取っております。この辺になるのでおそらくうまくいくかなできればこうしたいんだよね、本当は。こう引っ張られるように。でも構造上距離的にね、なんとかするしかないので、ちょっと現物合わせで今やっております。でしかも反対側とは全然ここの形状が違うので、4つとりあえず後ろだけで4つ釣りたいので、4箇所全部違う形のステイになります。全部違う形のステイになって、それを全部現物合わせで作っていくというわけですね。向こうはね右と左同じやつで多分釣れると思うんで、ちょっとこの辺だけねやんなきゃなんない、そういう感じで。はい、こういう変形のステイをちょっと作ってきました。じゃあちょっと一回組み込んでみますね。こんな感じにしておきました。でここ最後に黒く塗っちゃうので、このこっち側のボルトナットがちょうどこう見えないような目隠しにもなるので、まあ覗く人はいないと思うけどね別にね、そんなのはちょうどねあそこの下に行くように。じゃあちょっと上から下のやつを作っていくんで、ボルトを外します。ビクともしません今ちょっとラスペネくれてちょっと置いといてみますね。はい、こんな感じでものすごい変形のステイになりますけど、とりあえず釣れるには釣れるな。ねえ、今ここ外してみたんだけど、で全部がまだ仮止めなので、しっかり止めたらいいんじゃないかな、なんとかなんとかいいんじゃないかな。よし、でエンド部分でちょっとこう釣れるようにする。こっちがね変な風に動いちゃわないぐらいで、ただそれをどっから釣るかだけどねそして中側はどうしようかなっていう話だけどね。やっと一箇所完成。じゃあ今からこれねバラして、足付けして出しして色入れておきます。明日の朝には乾くので本組ができます。まあその時にねガスケットとかもちょっと入れて、まあとにかくバラして色入れておきます。この棒をこういう風にしてよくあるじゃないですか、引っ掛けるようにもできるんだけど、ここのぴったしの径のやつがないんですよ。多分売ってると思うんだけど、それはそれでまたお金かかっちゃうので、あるものでちょっとね作れるようにちょっと作りました。はい、で最後にボルトナットでこれもうちょい長いやつで止めるんだけど、一応ここのやつはロックなんだっけあれネジ止め剤つけときます。じゃあバラして